それでは聞いてください。さよならじゃない。余計な一言を言わない。ディズニーランド私もめっちゃ好きでみたいな、うん、全く興味ないんだよね、何が面白いのあれとか。うわ、確かに、あのそういう余計な一言を言うと嫌われます。でも私余計な一言仲良くなるとめっちゃ言い始めるんですよ。そうなんですよ。それはやっぱその確かにこれ初対面の人には特にですけど、はい、仲いい人にも言わないようにしなきゃなってめっちゃ思いますね。でもなんか前にあったのは関係値があるから全然いいんですけど、え今日顔むくんでねって、うんみたいな、やっぱむくんでるよなみたいなはありました。これが初対面ならグー出てますもん。ただあの田口さんの場合はあのキャラ的なものもあるので、あんまり、うんこう共感しすぎたりとか、あんまり角が取れるのもいかがなもんかなと。でもなんか味方につけば強いです。
座るわ。